はい、こんにちは、朝倉玲二です。今日はですね、ケーブルを聞いてみようと思います。なかなかね、メインのアンプとかね、スピーカーを聞くチャンスはありますけど、ケーブルをですね、しっかり聞くチャンスはないのでですね、今日はアコースティックリバイブさんのですね、ケーブル製品を2種類聞いてみることにします。ケーブルというものはですね、システムのインフラストラクチャーであると私は思ってます。そのインフラがきちっと整ってるか、そのインフラのレベルが高いか低いかということで、もうそれがですね、その上物のコンポーネントの性能を左右すると言っても決して過言ではない。まあそういう意味では本当に大事な、この縁の下の力持ち、まあ主役かもしれないというところもあります。今日はですね、その普及型のアコリバさんのケーブル、そしてまあ上級タイプを聞くんですけども、まあそのケーブルだけですね、聞いてもなかなか絶対的なレベル分かりませんので、まず一般的なというかですね、まあその辺にあるというか、まあ変な言い方ですけども、接続した音を聞いて、まあそれと普及型とですね、上級型の違いというものをですね、より細かく聞いていこうと思います。今回のテストでは、プレイヤーからフォノイコライザーに行く、まあ、フォノケーブル、フォノイコライザーからプリアンプに行く、まあ、RCA ケーブル、そして、そのプリアンプからパワーアンプに行く、まあ、XR ケーブル、そして、パワーアンプからスピーカーに行くスピーカーケーブル。これをですね、まあ、全特会というかですね、それを特会るんですけども、これ一つ一つやってたらもう大変な作業になってしまいますので、もう全特会でですね、一つ一般ケーブルの部、そして、普及ケーブルの部、これはアコリバさんなんですけども、それから、上級ケーブルの部と、この3つをですね、聞いてみましたというわけです。My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and I can't stand.まず一般ケーブル、視聴室の片隅にですね、あったものを持ってきたんですけども、確かにですね、一般ケーブルで繋いだものは音は出るんだけども、基本的にやはりクオリティの問題っていうのは、例えばレンジの問題で、やはり低音があんまり出ないなとかですね、高域が伸びないなとか、それから質感の問題で、なんかこう、ボーカルがなんかこう、冷たくなるとか、金属的になるとかですね、例えばウィンフィルの音なんか聞いたんですけども、バイオリンがすごくこうメタリックなんですよね。だから一応音は出てるという範疇には入るんだけども、なんかせっかくここまでの高級機器を使った音にしては、なんかちょっとあまりにも物足りないというかですね、まあもったいないというか、まあ当然、まあおそらくこのコンポーネントの性能を出してる音ではないなという感じがしました。ではですね、先ほど同様に上下さんのチークトゥチークを空気録音で、この普及ケーブルの音を聞いていただきましょう。My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. the caster hung around me through the ring seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't feel me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in the river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms, but you, not sure.いや、びっくりしましたね。こんなに違うかというですね、もうなんか針がピヨッとこう、振り切れるぐらいのですね、こう違いがあるという。まずですね、やはり先ほどの聞いたケーブルはどうにも不満があってですね、やっぱりオーディオ的に見ても相当プアだなという感じはしたんですけども、今回はやはりですね、非常にオーディオ的に、もしくは音楽的にですね、非常にこの優れた音がしたなという。まず、ジョーケさんのね、私の UA レコードで作ったチークトゥチークで言うと、まずこのボーカルの音像のですね、リッチネスというかボディ感というか、これが全く違いますね。これまではボーカルっていうのはちょっとこう痩せ気味でですね、でなんかこうキリキリしてたという感じなんですけども、とてもリッチな感じになって、それからボディがついてきたと。これ実は私がこのプロデューサーとして相当こだわったところで、このセンターに定位するだけではなくて、この人のこの音楽の声の出方というものを、やはり2チャンネルのファントムイメージであっても十分に捉えたいというのがですね、一つ私の思いだったんですけども、かなりそれに近いというところがあります。で、そのボーカルだけではなくて、例えば山本剛さんのピアノのこのまずオブリガートの感じ方というかですね、オブリガートの点々点という感じのですね、そこの感情感なんかもとてもいいですし、そしてもう一つやっぱりですね、ベースですね。これは最初はこれヘ長調の曲なんですよね。だから FDmgmc7 っていくんですけども、もう最初からピアノがその前奏で、そのバックにドラムとベースが入るんですけども、特にやっぱり最初目立つのはベースです。ところがですね、そういう意味で作った音源なんですけども、先ほどの、ケーブルではそのベースがね、とてもね細いんですよね。細くてなおかつなんかこうだれてる感じなんですけども、今回のですね普及ケーブル、普及といっても相当音的に練られてるという感じでですね、そのしっかりしっかりとしたボディ感というか体積感があるんだけども、決して輪郭がだれてないんですよね。でもう一つやっぱりスピードがあります。こう快適なですね、先ほどのコード進行って本当にいいコード進行なんですけども、このコード進行を本当にこう快適なスピードでやってるという、本当にこう何というかボーカルもこうリッチになってきたし、ベースも来たしと、それからピアノも来たしという、本当にそういう意味ではこう役者がやっと揃ったなと。オーディオ的な音もそうですし、かなり音楽性も高いというところがですね、一つとても気に入りました。もう一曲ですね、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートでのコウモリという曲を聴いたんですね。これもLP なんですけども、これは1980年のロリン・マゼールが指揮したウィーンフィルです。で、先ほどのジョーケさんのですね、ボーカルでもやはり広域の歪み感なんかはですね、先ほどのケーブル目立ったんですけども、実は同じ曲を聴いてまして、やはり、このウィンフィルの音が全然ウィンじゃないんですよね。何かその辺のですね、アマチュアオーケストラみたいな音になりまして、非常にこう、なんていうか揃いも悪いし、伸びも悪いし、何より音になんかこう、歪み感というかですね、雑味がすごくあるというのが先ほどだったんです。ですけども、今回この普及ケーブルで聞いてみるとですね、やっぱりこのウィンフィルが1月1日に正月にやるすっごい楽しいオーケストラコンサートだよというですね、なんかその楽しさも聞こえてくるし、それからオーディオ的に言うとやっぱりすごく質感が良くなって、特にウィンフィルの弦の広域のですね、歪み感がそれまで結構あったんですけども、もうすっごくしなやかに滑らかになったという、そういう意味では本当にクラシック音楽もですね、このケーブルで聴くと本当に十分な感動性で聴けるのだと私は思います。ちょっと詰まりましたけども。ではですね、この上級ケーブルを使いまして、上家美恵さんのトレーヌからチークトゥチーク。これはですね、実はアナログ録音なんですよ。CD はプロツールスなんですけども、これはアナログの A800 というですね、テープレコーダーで撮ったというものですから、どうぞお楽しみください。もう驚愕しました。何に驚いたかというと、音楽性ですね。音の中に音楽があるかないかっていうのが音楽性ですけども、このケーブルはものすごく音楽があります。音楽が感じられます。そこに目の前に、シンガーが歌ってるような感じ、バイオリンが、奏でてるような感じがします。まず基本的に言って、オーディオ特性がすごくいいですね。つまり、ワイドレンジで合うということと、それから立ち上がり立ち下がりが早いということと、もう一つは質感がものすごくいいです。つまり音には粒子というものがあって、それがどのくらい細かいか粗いかということだから言うと、一番最初のケーブルってすっごく粗いなみたいなですね、氷山みたいな感じだったなと。今回は本当にですね、何でしょうね。赤ちゃんがこうやるパウダーのようなですね、すっごいこの細かくて、しかもサラサラしていて、で、感覚的に言うと、ものすごく充填してる感じなんですね。つまり、音の体積がまず広い、でっかいんですよ。つまりこれまでって結構ね、こう例えば普通のやつがこのぐらいで、普及頑張るこのぐらいだとすると、このぐらい音の体積が広がります。その分、音量がですね、より充填されるわけですけども、その中の基本基本粒子というか、基本単位がすごく小さいなという感じがします。つまり、いくら充填されているといっても、このぐらいのものが充填されてるんじゃなくて、こんなものがたくさん充填されているというぐらいの感じの違いが、まず音にはありました。だから音の質感がいいんですけども、音の質感がいいということは何にこう、行くかというと、音楽の質感に来るんですね。具体的に言うと、例えば、チークトゥチークの最初のベースの立ち上がりが非常に急進であって、しかも、その立ち下がりも急進なんです。でもその間の体積が大きいんです。体積という意味は面積ではないんですね。後ろにこう音の体積が充満しているという、そういうような音が、ベースではすごくハイスピードで来るわけです。で、やっぱりボーカルのが素晴らしいですね。で、ボーカルやはりね、こう何が素晴らしいかというと、上下さんのボーカルっていうのはやっぱり感情表現ですね。つまり歌い方のうまさというよりは、心がこもってるかこもってないかというところが歌に出てくるわけです。それがやはりこうチークトゥチークではやっぱりこう主人公の感じになって歌ってると、僕は上下さんにいろいろ聞いたことあるんですけど、ものすごくやっぱりあれですね、詩を読み込むんですね。で、これね、すごく単純な曲なんですよ。なんというか、あなたと頬を頬を踊ってた方が、渓流釣りよりいいみたいな、なんて変な歌詞なんだろうみたいなんですけども、やっぱりそこね、上下さんすごい読み込んで、で、上下さんのすごいところは、立ち上がりは早いんだけど、真ん中のですね、ちょうど、山で言うとこういうような感じで言うと、真ん中も濃密なんだけども、この最後のこのニュアンスがすっごくですね、いいんですね。で、こう、スラッと下がるというよりは、その中で細かい抑揚をつけて下がるんですけども、細かい抑揚はやっぱりここで初めて分かりますね。上級ならではの、音楽表現力だと思うんですけども、さらに感動したのはですね、実はこのうちの UA レコードのこのレコードの第5番目はですね、You Don't Know Me という曲なんですね。これはもともと1950年代にアメリカの、ヒルビリーの歌手のエディ・アーノルドが能天気に歌ってたものを1963年ぐらいにレイ・チャールズがですね、すごく深刻というかですね、感情を込めてやったバージョンが、いろんなバージョンがあるんですけども、上下さんはこのレイ・チャールズバージョンなんですね。これは、男の子がいて女の子がいて、その男の子が女の子に恋してんだけど全然向いてくれないという You Don't Know Me ですからですね、すごくなんというかこう中途半端な思いというかですね、そのなんかこう思い焦がれる感じがものすごくよく出てました。やっぱりこう感情表現がこのケーブルはこんなに濃いんだなと、しかもですね、こうなんか泣き節なんですよね。で、この録音の時にはもうこうミキシングの時に2ミックスの時になんですけど、本当に素晴らしくてですね、本人もいたんですけど、なんかみんな涙ぐんじゃったぐらいのですね、感動。私もちょっとね、涙ぐんだんですけども、そういうようなところがね、本当に思い出されるというか、制作者側としてはですね、この曲は本当にチークとチークは本当に朗らかなですね、楽しい曲ということを目指すわけですけど、You Don't Know Meはもうどこまでも突っ込んで感情に突っ込むぞみたいなところをやったんですけども、本当にこのケーブルはですね、そこまで出してくれました。上下さんもね、本当にその感情表現にはですね、本当にすごく感心したんですけども、もう一つのコウモリ序曲もですね、これすっごい感動しましたね。何が素晴らしいと言って、このコウモリ序曲の演奏が持っている意味合いまで分かってくるような音なんですね。つまり何かというとですね、ニューイヤーコンサートっていうのはもう1930年代ですかね、すごく昔からやってるんですけども、1950年、60年代はウィリー・ボスコフスキーって、このコンサートマスターがずっとやってたんですよね。それが79年までやって、80年から今皆さん聞いてるのは今年でバレンボイムですけども、いろんな人がやるんですけども、初めてウィリー・ボスコフスキーではない人がやったのがロリン・マゼルなんです。で、今回はその、LP ですけども、デジタル録音の LP で、だから本当に最初期のデジタル録音の LP で、この1月1日、1980年1月1日のロリン・マゼル式のウィンフィルの演奏なんですよ。だからやっぱりね、なんかものすごくはつらつとしてるんですね。つまりそれまでのウィーリー・ボスコフスキーとは違う時代が始まったというのがまず一つの演奏で出るんですけども、この最初のタンパンパンっていうのはこれシャンパンを抜く音なんですね。シャンパン、つまりパーティーでシャンパン、みんなが一斉にシャンパンを抜くと音、この音のですね持ってるこうエネルギーというかその弾け方、まさにこうシャンパンが弾ける感じっていうのがすっごくよく出てる。それはまさにですねローリン・マゼルが実はこれから6年ぐらいずっとやるんですけども、まあ、そのローリン・マゼル時代の幕開けであって、まあ、マゼルも結構若いんですよね。もう頑張るぞみたいなところがあって、からオケもすごいやっぱりすごい乗っていてですね、その弾け方なんか本当に弾けてるという。でなんでこう聴けるかというとやっぱり倍音が出てきたんですね。つまりそれまでちょっとまあ倍音という感じってあんまりしなくて、まあ頑張ってるねみたいな感じがしたんだけども、音の中でやはりその気音倍音という感じで言うと倍音領域まですごく出てきたので、そこまで実はまあ当然LP に入ってるわけで、そのカートリッジも再生してるんだけども、まあ、なかなかまあこれまでのまあケーブルっていうのはそこまでは出なかったんですけども、倍音領域まで出てくるってなってくるとものすごく音楽に表情がついて、つまり先ほどのロリン・マゼルの思いみたいなそうなんだけども、例えばバイオリンのウィーンフィルらしいすごいチャーミングな艶っぽさとかね、色気感とか、それから木管が出てくるんですよ。オーボエが出てくるんですけども、オーボエが出てくるっていうのは本当に向こうにいて、その間に空気層があるみたいなところも分かってくるし、それから結構公務住局ってステレオ的なとこがあって、でチェロでポンポンってやったら今度はバイオリンがヒャンヒャンというこの対比感なんかもすごく面白いし、それから何より感心したのはワルツのとこのパンパパパンパパパンパンパって実は試してるんですね。こうターンだったのこの間がちょっと空いてるんですよ。でこれまでちょっとそこまで分からなかったんだけども、やっぱりこのケーブルではそういうなんかための、音楽情報みたいなのもですねすごく聞けて、なんか音楽聴くのがすごい楽しいというか、この演奏こうだったのみたいなですね、まあ、よく装置を変えると自分の持ってる、ディスク全部聴きたくなるなみたいな話よくあるんだけども、まあ、このケーブルに変えると、まあ、絶対そうですねあなたが持ってるもう全部聴きたくなるようなケーブルでございます。まあこのね、インタビューの一番最初に、ケーブルはインフラであると言いましたけども、確かにインフラなんだけども、まあ、今日聞いてみるとですね、やっぱりケーブルって表現楽器だなという感じがしました。まあそれはね物理的に言っておかしいわけでケーブルが何か演奏してるわけじゃないんですけども、やっぱりしっかりこう信号を通してあげるとですね、信号の中に入っているすごく機微なとことかですね、すごい細かいとことか思いとかですね、なんかそういうようなこう演奏にまつわるいろんなこう情報性とか、まあ、音楽の情報性というものがやっぱりいいケーブルであればあるほど何のストレスもなく機器の間を行き交うことができると、その結果その機器の性能を最大限に発揮してくれるなという、まあそういう意味では今回は全てをまあ総特会でね中級上級と聞いたので、まあその違いも分かったんですけども、まあ一つ使いこなしとすればですね、やはり性能が高いこのようなケーブルを使うとがいいと思うんですけども、やっぱり全部使うとなるとかなりの出費になってしまうみたいなところもあります。じゃあどうした方がいいかというと、まずはまあ段階的にねやるというのがね一つ現実的だと思うんですよね。でその時に、つまり音の川下からやるか川上からやるかという2つのやり方が、まあ、あると思うんですけども、まあ、私はやっぱり川上からやった方がいいんじゃないかと思いますね。川上に良いケーブルを当てがえると。そうするとやっぱり川上の情報量が大変リッチなところで、まあ、そこから下に行くわけですから、まあそこで下がったといっても元がありますのでですね、まあ、その下がり方もまあそんなに緩慢であろうと。逆に言うとですね、今度はやっぱり出口にすごくいいケーブルで入り口にちょっとプアなものをやると、まあ、プアなまま最後まで行ってしまいますので、まあ、そういう意味では選択的に使うときにはですね、ぜひ入り口をですね、リッチにしようと。まあ、できればねドーンと変えちゃうのがいいんですけど、まあ今回本当にドーンと変えまして、ドーンと変えるとですね、こんなに音楽性がリッチになるかなというのは本当に感動しまして、なかなかこういう感動もね得られないんですけども、まあそういうことを私が読者の皆さんに代わって追体験したので、これにご報告いたしました。はい、ではこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。